バーンウェル郡はアメリカ合衆国サウスカロライナ州の西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は22,621人であり、2000年の23,478人から3.7%減少した。郡庁所在地はバーンウェル市であり、同郡で人口最大の都市でもある。バーンウェル市にあるバーンウェル郡庁舎バーンウェル地区は サバンナ川沿いのオレンジバーグ地区南西部から1798年に設立した。名称はアメリカ独立戦争に参加した地元の人物ジョン・バーンウェルにちなんで名付けられた。1868年、レコンストラクション時代にサウスカロライナ州憲法が改定され、州内の地区は軍になり、以前のように州の役人が選ぶのではなく、21歳以上の 男性によって役人が選出された。1871年、軍の北西部から新しく、英金軍が設立された。1874年、英金軍との軍境が微修正された。1897年、軍東部3分の1が、バンバーグ軍新設のために取られた。1919年、軍の南側ほぼ半分が、アンダーソン軍設立のために削られ、 バーンウェルの現在の領域になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は557平方マイルであり、このうち陸地548平方マイル、水域は9平方マイルで、水域率は1.59%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。